目黒富士は、かつて、東京都目黒区上目黒、中目黒に存在した江戸時代の富士塚である。富士信仰の広がり、及びその信仰団体である富士港によって築かれたもので、目黒富士と呼ばれるものは、複数存在し、それぞれが信仰対象や継承地として親しまれ、浮世絵に描かれるなどした。それぞれ、作られた時期や場所が異なっており、元富士、 新富士などと呼び分けられている。いずれの富士塚からも富士山を見ることができた。名所江戸百景の元富士、名所江戸百景の新富士、歌川広重、が、1、元富士に、新富士山、氷川神社1812年に上目黒、目切り坂上に、富士港団体、山正広港が築いたもので、丸谷山とも呼ばれた。高さ12メートル。 山頂には浅間神社の石祠があった。旧暦6月に山開きが行われると屋台が出て三景舎で賑わったという。1819年に中目黒に新富士ができると区別されて元富士や西富士と呼ばれた。1878年に道地が岩倉智美の別邸となった際に石祠や石碑類が氷川神社に移された。その後は 根塚一郎邸となり、1939年の改築の際に破壊された。エトロフ島を探検した爆心で、富士港団体とも信仰のあった、近藤十三が、1819年に中目黒別所坂城の別邸内に気づかせた。上目黒の元富士と区別して、新富士のほか東、富士、近藤富士と呼ばれた。こちらも眺望よく、 産経者が多く集まったという。なお、この新富士がある近藤家別邸の土地は、後に近藤十造、富三府市の没落につながる1826年の槍が先事件を招いた。新富士も1959年に破壊された。近くにある別所坂児童遊園に山腹にあった石碑類が残されている。新富士の麓には、 実際の富士山麓にある信仰対象となった溶岩洞を模した体内洞穴が掘られていた。1991年に新富士跡地を含む遺跡の発掘調査が行われた時、この掘ら穴も発見された。掘ら穴は頑丈なローム層に掘られた横穴で、西右には本尊と見られる大日如来坐像があった。体内掘ら穴は型取りされて樹脂で、 実寸大復元され、大日如来像と共に、目黒区目黒歴史資料館に展示されている。上目黒日川神社元富士、新富士共に亡くなってしまったが、元富士の石祠、ら、石広を移した日川神社は、1977年に富士登山道に見立てた石段坂を作り、境内の一角を目黒富士と呼び、現在も7月に山開きと霊祭が行われている。 ありがとうございます。